皆さんこんばんは、ドドサオリです。本日チャレンジダンジョン第18回のレベル10が、本日をもって終了してしまうんですけれども、まだクリアできていない状態なので、ちょっとクリアできるように試みながら頑張りたいと思います。でレベル8、レベル9と同じメンバーで挑んでるんですが、今回ちょっといいシスに少しだけプラス集めた分振って、少しプラスが前回の第17回に比べたらある状態で挑戦できるので、ちょっとゴール目指して頑張りたいと思います。では行きます。ちょっとシステムの都合上、ちょっと変な音とか、ちょっと BGM が遅れる可能性が高いんですが、すいません、ご了承ください。で、まずルース今回もダンジョン情報を見ながら攻略していきたいと思うんですけれども、で1階がゼウスディオスで、次に、状態異常無効じゃの盾をやってくるので、一旦耐えれるんで、スキルを使わずにとりあえずやります。一回。そしたらね、カーリー溜まるんで。青。よし。では、これを持って、この黄色を持って始めたいと思います。延長なし。あ、やばい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 、あ、危ねえ。考えちゃダメなんだって、時間ないから。まあ、よく倒せると思ってないんで。で、次のか、攻撃がもうちょっとやばいんで、で、次、別に先生来ないんで、ここもちょっとね、レベル10ですから、もうどんどんスキルを惜しまず使っていきたいと思います。レベル10は何回か挑んだんですけど、ヘラウルズの回までしか進めたことがないので、ちょっとどんどんスキルを使ってね、できるだけサクッと先に進んでいきたいので、押しまずラーを使って、青、緑、赤、黄色、紫あるんで、ラーを使います。先のことより今を。で、考えます。よし。では、この緑を一応持って、黄色、青、赤、黄色の 2A。で、下の方で紫と緑を適当にくるくるしながら作りたいと思います。では、行きまーす。延長ついてる。大丈夫だと思います。しかもいい感じに全回復、ここで全回復してくれるんですけどね。眩しい、後光が差している。眩しい光光っていうのかな。で、ここで、こっから先できればワンパンしていきたいんですよね。変になんかダメージ食らいたくないんで。5回までしかないんで、スキル押しまず使います。で、4回のヘラで先制が来るから、できるだけ防御は取っておきたい
から、で黄色が3つしかないんで、じゃあカーリーを使います。発動で、全力全力考えます。よし、ではですね、この紫から始めます。黄色、赤、上行って緑で、真ん中辺で青、下の辺で紫で、組めたらもう一個ここの黄色の 2way を作って終了。よし、最悪25倍、最低25倍、最高25倍、いきましょう。よし、いきます。危ない、あードキドキした。組めた組めた、ほんと怖いわ。イエーイ、いい感じ。3回ヘラ、ヘラウルズやってきました。ヘラウルズ、ここも、ここは次の回で、ヘラって先生が耐えられないんですよ。ですが、ちょっと待って。なんと、皆さん、悪いお知らせです。イザナミ発動したところで耐えられません。HP が足りませんでした。じゃあもう普通に、まあ、もしかしたらね、なんとかなるかもしれないんで、じゃあ 35% にしときながら、戦いたいと思います。マジかー、 HP のこと考えてなかったー。じゃあもうここはカーリー使おう。黄色少ないんで。で、もう普通に、次の回に行けることを願いながら頑張りたいと思います。よし、じゃあこれを持っていきます。いやー、次の回の先生耐えられないかな。耐えたい、いい感じなのに、耐えたい、耐えた、イザナミありがとう、やばい、まさかの展開すぎる。やったー、待って待って待って、ちょっと待って、ここ耐えたら初めてだよ。待って、ここはもう絶対あれですよ、耐えられないんで、あー、5階はシバーなんですね。現在地の7度。第3度目スケールで発動ターン数を2ターン延長。あー。延長させちゃうんだよ、無理やり。シスは使えないんで、ラーを使わざるを得ないんで、まさかの展開だった。じゃあラーを使います。よっしゃ、いけるとこまで行くぜ。前回第17回チャレンジダンジョンレベル10は3コンしてます。4コンで行きたかったな。シバーで絶対使えそう。
黄色が遠いからこれ持ちたい。考えます。よし、ではこれを持ってスタートします。いやー、突破できたんじゃないかな。すごい、ここまで濃厚ですよ。一応第3の目で延長食らう。破壊力吸収ダムル 75% だから大丈夫。よし、でももうあからさまに HP がやばいくてスキルが使えないと。で、攻略サイトによると大体の攻撃は耐えられませんので、まあスキルも使えないことですし、黄色もないんで、とりあえず適当に回復をねメインで頑張りたいと思います。回復にコンボ組みながらできるだけコンボで頑張ります。邪魔が邪魔、本当に。ハローハロー、毒次絶対ニーラカンタってやつが来る。毒ドロップを回復ドロップに変換、かつ単発ダメージ54128、耐えられるはずがない。ワンコンか、ワンコンだけど、これでワンコンだったら実質濃厚になる。やった、頑張ろう。やばいやばい、テンション上がる。これ濃厚できるとほんとすごいいいな。でもイシスが溜まったんで、色かけがなければイシス発動して勝てる、きっと勝てる、信じてる。コンティニューしたいと思います。はい、いい壁面来い。黄色が123、1234、おお、これ絶対やばい。これはもう調校のお時間です。色は全部あります。黄色が 2A 絶対組んで、3攻撃も絶対したいと思うので、とにかく考えます。先に一応イシスだけ発動しておきます。では考えます。早送りかな。黄色の3、よし、お待たせいたしました。皆さん、ですね、黄色の4個と黄色の3個を重要視して考えていたんですけれども、指が全部で 6.5秒、プラス潜在覚醒の指が5個5個でついてるんで、まあ、6.5 プラス 0.5 ぐらいと換算して、まあ、7秒くらいかなと思ってるんですけれども、この一番右の、フレンドのラーの下の黄色を持ちます。で、まず上に行って、ここのこの赤をですねつなげます。で、下に行って、あ、矢印で説明した方が早いか。これが私の
この黄色を持ちます。で、上に行って赤、下にこう降りてきてまだ青作れてるよ。で、青の3個、赤の3個ができてる。で、ここでこうしてこうすることで緑が3個で、こうしてこうすると紫が作れて、こうしてこうすると黄色の 2way が下でできるんですよ。で、このまま上に行って、この赤は動かしちゃいけないけども、だから赤、青、紫、緑、黄色の 2way 作れてる。で、だから5色もう作れてるんですよ。青、赤、緑、紫、黄色作れてるんで、で、この黄色のところにこの黄色をくるくるくるって持ってきて着地。だから全部で1,2,3,4,5 最低6個もあともう落ち込んだより結構なんかね難しいなと思って、なんかもっとはきっといい組み方あるんだろうけど、私にはそれしか見えない。でもし余裕があったらここの辺で青が作れたらいいなとかって思ってるけど、多分余裕ないんで、まあドロップミスをしないように操作をしていきたいと思います。これを持ちます。ちょっと音が遅れてるんで調整します。 OK、 ではいきます。延長なし7秒パズル。これを持って上行って赤作って、下行って緑、紫、黄色、くるくるして黄色、よし絶対行きたい、頑張ろう、いけるかもしれない、いきます。できたー、大丈夫これ連続で使用するの？マジ？ノーコンでいけると思ったのに、これさスキル溜まってないんだよね。25倍で倒せる気がしないな。マジか。まあいいや、ここまで来たらもう私のドロップの操作が悪いってことですよね。あと1コンボだよ。あと1コンボ落ちてきてくれたら、うちの勝ちだったのに。落ち込んだよりはダメってことか。うわー、結構ガチでショック。青、7、8。よし。ですね。今壁面8コンボ見えています。下の黄色からここからなんですけど、でまず右行ってハートを作る。で2列、下から2列目で左に行きながら緑を作って上に行って紫で、このまま左にちょっと行って上行って、でハートをこう4個消しにして、で上に行って青を作る。で緑をこのまま右に引っ張るとハートの上にできる。でこのところまで行ったら下に行って赤を作って、このまま右にポンポンって行って、ここに着地すれば黄色の杖で8コンボ。1,2,3,4,5,6,7,8。これでどこまで行くかですね。もうあとは25倍で削り切れることを祈るのみです。いきます。7秒パズル。
では、行きます。倒してくれ。あーよかった、前回より魔法石少なく済んだ。前回魔法石3コンでクリアしてるんですけど、今回は2コンでクリアできました。実質1コン、やばい、超嬉しい。初クリア、1個戻ってきた。実質1コンです。やばー、チャレナン10を実質1コンでクリアできる日が来るなんて。獲得モンスターなしー。というわけで、無事にチャレンジダンジョンレベル10をクリアすることができました。いやー、よかったです。まあ次回またチャレンジダンジョンが来た時は頑張ろうかなと思うんですけども、月曜日から降臨チャレンジが始まるので、まあ、降臨チャレンジを今度頑張っていきたいなと思います。ではでは皆さん、ギリギリになってしまいましたが、本日2本を上げてるんですけれども、まあちょっとまた次回も頑張りたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。ではまたねー。